彼を使ったことを後悔して屈辱的な敗戦後の岡田監督の衝撃発言、切り敷き、9回の大きな計算ミスで完全に崩壊、阪神の勝利が一瞬で消え去る。阪神は8月22日に京セラドーム大阪で行われた試合でヤクルトに対し2位、5位で敗北を喫した。試合は接戦で進み、8回にアウトから大山が第13号のソロホームランを放ち、スコアを2位、2位の同点に持ち込んだ。しかし そのの直後、試合の流れは一変した。9回に登板した4番手の桐式は長岡にセンター前ヒットを許し2アウト2塁の危機に陥ったここで代打の山田にセンター越えの敵時2塁打を打たれた続いてオスナにも2点タイムリーツーベースを許しスコアは2位5に広がった約3ヶ月ぶりに1軍で先発した青柳は6回を投げて7安打2失点と粘りの投球を見せたが4月19日の中日戦 甲子園以来の2勝目を挙げることはできなかったしかし先発投手としての役割をしっかりと果たした11で迎えた5回1アウトから岩田のレフト前ヒットを左翼の島田が後ろにそらし2アウト3塁の危機を招いたその後村上の1塁線へのゴロを大山が補給できず勝ち越しの得点を許してしまった先制点を挙げたのは阪神だった2回無視1塁の場面で7月13日の中日戦 バンンテリンドーム以来のスタメン復帰となった島田が右翼戦に敵時二塁打を放ち一塁走者の大山がホームに生還して先制点を奪った下位に位置するヤクルト相手に3連勝を目指した試合だったが痛い敗北を喫する結果となった敗戦後岡田監督は絶望感を語った今日は非常に難しい試合でした私たちは望んでいた結果を達成できずこの敗北は明らかに受け入れがたいものです9回の時点で 霧島を投入する決定をしたことを非常に後悔しています。その決定が今日の試合に大きな影響を与えたと感じています。岡田監督はため息をつきながら続けました。ちょっとな霧式は重要な場面で安定したパフォーマンスを維持することができませんでした。彼が他の状況で信頼できる選手であることは理解していますが、今日のような緊張した状況で彼を起用するのは間違いだったと証明されました。私がこの試合の敗北の責任を完全に受け入れ、 次の試合に向けてどのようにチームを改善するかについて真剣に考えています。に練習中に腰を痛めたとされる前川右京外野手21についてはフリーバッティングを見てただろうというだけにとどまった。コメント辛い敗戦だった石井と桐式を投入しての敗北は1敗以上の重みを感じる桐式を攻めることはできないが9の走りは明らかに鈍く調子も良くなかった。 ブルペンではその兆候は見られなかったのか大山の価値あるホームランで同点に持ち込んだ試合だっただけに何としても勝利をつかみたかったこれで気を落として明日から広島に一方的に攻め込まれるのは避けてほしい昨年の日本一チームとしてのプライドを見せてもらいたいここで前川選手が離脱となると大変な痛手です代わりに出場した島田選手は先制打を放ちましたが守備でのミスが多くプラスマイナスゼロの結果でした 彼の初歩的なミスが目立ちます。痛すぎる敗北ですが、4位の DNA が負けたのが唯一の救いです。明日からの3連戦は完全にアウェイのマツダスタジアムでの試合になりますが、高橋遥人投手の力で良い流れを引き寄せて欲しいです。昨年の王者としての意地を見せて欲しい3連戦です。試合中にミスや総類の失敗が続くと、チームの流れはなかなかつかめませんね。 9回にはゲラ選手か岩崎選手が登板するのが定石かもしれませんがこれは監督の判断に委ねられていますので私には分かりませんこの結果では首位争いのチャンスは遠のきそうですのでプレッシャーなくリラックスして広島に行ってくださいエラーや島田のサードアウトなどが響き勝利を目指していた試合でしたが思うようにはいきませんでした大山の同点ホームランでこちらに流れが来たかと思いましたが がが追いい込んんでからの甘い球が真ん中に集まりまりした。力任せの投球で坂本のリードも単調に見えましたね青柳も同様にコントロールが不安定で苦球が目立ちましたまたシ位との差が5ゲームに広がり痛い結果です1回で3点を失うのは避けたかったですねバッテリーは終盤の守り方について深く反省するべきでしょう4日間の休養がどうこううこというよりも、 ヤクルト戦での切り式の相性が非常に悪いのではないかと思います西勇気の先発試合で支点リードして迎えた8回に切り式漆原、岩崎の系統で逆転負けを喫した場面が今でも鮮明に思い出されます先々週の神宮での当番でも切り式は3失点しましたがその時はチームが大差をつけていたのでなんとか逃げ切ることができました切り式の今シーズンの13失点のうち1失点がヤクルト戦で 打率は3割を超え、4球も多発しています。普段の桐敷らしさが全く見られずヤクルト戦を意識しすぎているのではないでしょうか「桐敷これまで本当によく頑張ってくれた心から気にしないで」と伝えたい一昨日と昨日は打線が絶好調だったが今日は全く振るわなかったねまだがタイムリーヒットで先制点を取ってくれたのは良かったけどエラーは痛かったサトテルのバッティングは振るわなかったが守備は見事だった しかし、こういう時にこそホームランやヒットが欲しかったね。大山がホームランで同点に持ち込んでくれたけど、やはり1、2点では勝ちきれない。明日から広島戦が始まるので、気持ちを切り替えてチーム全員で勝ち越しを目指してほしい。明日こそ期待してるよ。頑張れ、阪神タイガース。岡田監督の見解によると、桐敷投手の登板が4日間空いたことが影響したのか、あるいはシーズンを通じた疲労の蓄積が原因なのかが問題視されています。 もし前者であれば明日以降の登板には大きな影響はないと考えられますが後者であれば今後の試合に深刻な影響を与える可能性があります切り敷きの結果はまさにこうなる運命だったのかもしれません試合を振り返ると島田の三塁でのアウトやシングルヒットをエラーして打者を三塁まで進めてしまった守備のミスが響いた試合でした青柳のピッチングはコントロールに少し不安があったものの球威が増していたように感じられました 島田は試合に出るとミスを犯すイメージが定着してしまっているようだタイムリーを打ってもオーバーランやエラーで実質的に1点失う結果になることが多いからだ次も元エースという肩書きを忘れて6番手投手として考えればよくやっていると言えるだろうしかし左打者への弱さや三振が取れないことコントロールの悪さなど依然として大きな改善は見られなかった今年の広島は特に粘り強さが際立っている 投手力や守備力に加えて最終回の驚異的な粘りが印象的だ中日戦で全敗した後、最下位のチームに対してホームで3連勝できなかったのは追いかける側としては非常に痛い結果だ青柳は結果ほど良い内容ではなかった気がする確かに持ち直してきたとはいえ序盤はコントロールが乱れ6イニングで7本のヒットを許しているのでとても良いとは言えない切り敷きを攻めることはできないが 石井と共に調子があまり良くないのは心配だキリシキが調子を崩す時は不安そうな表情で顔色も悪いしかし調子が良い時は顔に赤みが差しまるでアドレナリンが溢れ出しているかのように見える今日の敗戦は非常に残念だが特に島田のエラーが大きかったのと村上との対決を選択したことが響いたまたオスナの打球を見ても今日はヤクルトに運があったように思える広島の選手たちは 自由に伸び伸びとプレーしておりその象徴が矢野だつい最近まで代走要員だった彼だが新井監督が与えたチャンスを見事につかんだ一方で岡田監督は固定された選手しかほとんど起用しないためたまに起用された選手は気の毒だと感じる霧式が打たれることは仕方がないこれまでの彼の貢献を考えれば文句を言う理由はない島田は良い意味でも悪い意味でも目立った存在だったタイムリーは見事で あれはセーフだと思ったがその後の好位が響いたまた大山の守備も安定しなかったし特に5回が悔やまれる青柳に関しては立ち上がりの時点で今日は厳しいかと思ったが6回を2失点でまとめ自責点1に抑えた彼の熱意は健在だったヤフーレ相手に打ちあぐねたことが敗因かもしれないが毎回8点や10点を取れるわけではない大山のホームランで一度は追いついただけに悔しい敗戦となってしまったが 過過去は過去、は気持ちを切り替えて明日に向かいましょう。阪神の大きな希望である遥人にぜひ勝利を与えたいものですいろんな要因で負けてしまった試合やったなまあ簡単に3連勝なんてできるわけないってことやな久々のマウンドでテンポを崩した青柳登板間隔が開いて調子を崩した桐敷そして打撃ではタイムリーを決めたものの走塁でオーバースライドしてアウトになり守備でも好率をしてしまった島田 それに中野もひそかにやってしまったな。